はい、どうも皆さんこんにちは。いやー、土曜日になりましたね。土曜日の夕方ですよ。今日さ、めちゃくちゃ涼しくないですか？だよね。なんか去年の今頃ってさ、結構もう暑かった記憶があるんだけど、最近ね、涼しい気がしますね。まあ涼しいというかむしろ寒いんだけど、普通にね、長袖長ズボンですよ、家の中でも。はい、ということで今日はですね、ちょっと皆さんにお話ししたい内容がございまして、今動画を撮っております。はい、別にナルガユミを新たに作りましたという報告ではないですね。ナルガユミの報告ではなくてですね、それより重要なお話になります。てか俺スタミナなさすぎじゃね？スタミナなさすぎだろ。どういうことやねこれ。まあ、さっきねカプコンさんのツイッターを見てたんですよね。ツイッターを見てると気になるツイートがあったので、まずはそちらをね取り上げていきたいわけなんですが、まずこちらを見ていただければと思いますね。今ね画面右上に出たと思うんですが、再掲載重要なお知らせということで、昨日マカ錬金に関する重要なお知らせがカプコンさんから出されました。もしかすると、あ、内容変わったのかな、変更があったのかなと思って見てみたんですが、こちらが昨日の内容ですね。特に変わりはありませんでした。まあ再掲載って書かれてる通り、まあ昨日の文がそのまま貼り付けられてますね。だからまあ特にね、変更とかないのかなと思いました。ただここからが重要な話なんですよ。なので皆さんぜひ聞いてください。ここからが本題よ。今右下に重要なお知らせっていうものをもう一つ貼らさせていただいたんですよね。マカ錬金における事象について。まあ、4月23日金曜日続報と赤文字で書かれていて、で、文言としましては、左上の重要なお知らせと枠の中に書いてあることは同じかと思います。ただね、下の方を見てくれ。一部のお客様において、マカ錬金で錬金術を行う際に、一定の順序で同じ語石が配置される事象を確認していますと、現在原因究明に向け検証などを進めておりますので、今後の対応については改めてご報告いたします。今右上にまたまたツイート出したんだけど、詳細はこちらをご参照くださいと書かれてると思うんですよね。そこをクリックしたら、こちらに飛びました。これが何を指してるかというと、今から詳しく話していきたいわけなんですが、その前に、まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンハン動画見ていただければ幸いです。おそらくモンスターハンターをやってる方であれば、チャンネル登録しといて損はないんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで早速ね、中身に入っていきたいわけなんですけど、まず昨日の時点の話をしましょうか。昨日の時点では、この重要なお知らせが、確か夕方ぐらいに出たのかな？まあ夕方前後ぐらいに出ましたと。でまあこの重要なお知らせが出たことによって、あ、なるほどね。4月末のバージョン 2.0 で修正されるんだ。なるほどなるほど。はいはいはい。これでテーブル固定バグも改善されるのか、よかったねーって言ってたんだけど、みんな。もうちょっとよく見てほしいんだけど、上記の事象以外でセーブデータによって特定の戸籍子が出現しなくなる仕様は存在いたしませんと書かれていますね。で、それプラス、まあ他の実況者だったりとか解説者が同じようなことを言ってるんですが、通風テーブルとかサスケテーブルとか、そういったテーブルっていうものはそもそも存在しなかったと。いうことが今言われてるわけなんですよね。これ一般的におそらく昨日の時点で言われてたことだと思いますね。ただ右下の重要なお知らせ、拡大してこちらの方を見ていきたいんだけど、枠の下の方に一部のお客様においてマカ錬金で錬金術を行う際に一定の順序で同じ語石が配置される事象、まあこれいわゆるテーブルだと思うんですけど、一部のお客様において事象を確認していますと書かれていますよね。まあ、要するにこれっていうのはテーブルの存在、例えば通風テーブルとかサスケテーブルとかいろいろあるんだけど、そういったテーブルの存在を公式が認識していると、そういった解釈で問題はないのかなと思いますね。だからまあ昨日の時点では、え、テーブル存在しなかったの、え、あれたまたまだったのか、幻みたいなこと言われてたわけなんですが、どうやらテーブルがあるっていうことを公式も認識してるみたいですね。ただまあ一つ気になるのが、一部のお客様と書かれているところですね。お客様とは書かれていないんで、ここがいまいち何を指してるのかわからないんですが、テーブルが存在する人とテーブルが存在しない人がいるっていうことなんか、これは。まあそこも含めて今後おそらく続報がまたまたあると思うので、もし続報が出たらまた動画にまとめて説明していきたいと思います。なので、昨日の時点ではようやくマカ錬金における事象が解決するのか、ようやく神馬引けるぜみたいな感じでテンション上がってた人たくさんいると思うんですよ。ただね、根本的にはまだ解決してないみたいですね。
現在原因究明に向け検証などを進めておりますって書かれているんで、なのでまあそのバージョン 2.0 に間に合わせるのか、間に合わせるつもりなのか、それとも間に合わないのかちょっとわかりませんが、今後の対応については改めてご報告いたしますと書かれていますね。まあ簡単に言うと、まだ解決してないっていうことだとこれ思いますね。まだ解決してないのに4月末配信予定のバージョン 2.0 で修正させていただきますと書かれていますが、これ大丈夫なんかな、こんな書いちゃって。多分そのユーザーが今ね気にしてるところっていうのは、この枠の中の問題じゃなくて、多分この枠の外に書いてあるところだと思うんだよね。一定の順序で同じ語席が配置される、そういった事象のところ、そこをねみんなずっと言ってるわけなんですよ。僕もね昨日の時点ではちょっと勘違いしてました、よく見てなくて。ただカプコンのホームページもしっかりと確認してみると、まあこういった文言があったんですよね。まあ結局なんかマカレンキにおける事象についてっていうことがここで書かれているんですが、どう転ぶかわからないっていうところですねこれ。まあバージョン 2.0 がおそらく4月の30日か、まあ早ければ4月28日なんかな。まあ4月28日の可能性は低そうなんで、まあ4月30日じゃないかなと思っているんですが、まあ今からね約1週間あるんで、まあ間に合うとは思っているんですけど、まあどうなるかわからないのかなと思いました、ここに関しては。まあ新モンスターの追加であったりとか、あとはハンターランクの解放っていうところが今回のアップデートメインだと思うんで、まあそこのメインについては問題はないと思うんですよね。メインについて変更はないと思うんですが、ここの不具合とバグの修正のところ、ここはちょっとどう転ぶかわからないんで、そこは一つポイントとして押さえておくべき点かなと思いましたね。まあそんな感じかな。多分ね、わざわざツイッターを確認して、なおかつカプコンのホームページまで確認して下まで見る人ってなかなかいないんですよ。だからまあ昨日の時点では実況者とか解説者とか、何者ユーザー側が勝手に解釈してたんですけど、よくよく見てみると若干違ったニュアンスだったっていうね。なんかあれやな、なんか公式ツイッターで重要なお知らせってさっき出てたじゃないですか。これっていうのは一部なんですよね、全文じゃないからさ、これだけ見ると勘違いするよねっていう。だからこれをね盛んに思いましたね。ちゃんと公式ホームページの詳細も確認しようと。まあツイッターで重要なお知らせってこうやってパッて出てたらさ、あ、そうなんだって思っちゃうよね。まあ今回の反省点はそこですね。まあそんな感じですと。はい、まあとりあえずね、バージョン 2.0 はもうすぐ行われると思うんで、とにかくそれが楽しみで楽しみでたまらないですよ。そしてバージョン 2.0 の目玉として追加モンスターが挙げられていたと思うんですけど、そこの追加モンスターに関しては4月の27日のカプコン公式チャンネルで公開される、プレミア公開で明らかになる予定みたいですね。まあ海外のリーク情報になるのか、それともね全く違う結果になるのか、僕は個人的にかなりそこは楽しみなんですが、まあ、海外のリーク情報ではなんか主ディアブロスとかが出るみたいな話になってんだよ。いやー多分ねないだろうなって俺は思ってんだけど、皆さんどう思いますか。いや主ディアブロスはねえだろう。まあ出る可能性っていうのはあると思うんだけど、バージョン 2.0 でぶっこんでくるキャラではないと思うんですよ。しかもね、ヌシリオレウスとオオナズチっていうメインのモンスターが2匹いるわけで、このタイミングでねヌシディアブロス使っちゃうっていう。だってさ、無料タイトルアップデートっていうのは今回のバージョン 2.0 とバージョン 3.0 だけじゃないでしょ。これからも継続的に例えばバージョン 4.0 とか 5.0 とか、ないしは 6.0 とか出していくわけで、そう考えた時にネタ切れになると思うんですよ、冷静に考えて。まあ確かに未登場モンスターがたくさんいるからネタ切れしねえじゃねえかって思う人いるかもしれないんだけど、やっぱディアブロスって結構ねそのメイン級のモンスターだと思うんですよ、人気のあるモンスターと思っているんで、そういったモンスターを追加モンスターの枠組みで出してしまうっていうのはもったいないなと思いました。まず率直に思ったのはそこですね。まあ海外のリーク情報ってあくまで海外のリーク情報なので、公式情報でもないし公式の見解でもないから、完全にね予想とか妄想とかも入ってるわけですよ。まあ内部データにあるとかないとかそういった話はあると思うんですが、それがねバージョン 2.0 で出るかというと、まあそういった話ではないと思うし、そこに関してはあくまで推測でしかないと思うんですよね。あくまでそういったデータがあったっていう話なんで、まあ僕の予想なんですけど、小型モンスタープラス、まあバルファルクとか、多分そこら辺が濃厚じゃないかなと思いますね。まあしっかりとその手記にフラグがバルファルクの場合あったと思うんで、まずそういったところをねカプコンさんモンスターとして入れてくるんじゃないかなと思いますね。ただバルファルクって結構メイン級のモンスターだから、
追加モンスターという枠組みで入れていくのも若干おかしな話かもしれませんが、まあバルファルクは若干あるんじゃないかなと思ってますね。あとはまあ追加モンスターということで、まあコメント欄でもあった通り、まあアグナコトルであったりとか、グラビモスであったりとか、なんかそこら辺のモンスターも追加される可能性あるんじゃないかなと思ってますね。まあ言ってもそんなにね、一気にモンスターが増えるっていうことはないと思うんで、オオナズチ、リオレウス、プラス2匹みたいな感じになるんじゃないでしょうか。まあ多くても3匹みたいな感じかな。なので合計5匹みたいな。でまあバージョン 3.0 でも同様で多分5匹ぐらいになるんじゃないかなと思ってますね。まあそんな感じですと。まあ詳しくはね、昨日も動画を投稿してるんで、そちらの動画見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後にチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。おそらくモンファンをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。